もう面白くないですよ。今日はここから本当につまらない番組をお届けしていきたいと思いますよ。はい、今日はね、すごいつまらない感じでやってみようかな。あ、難しいよ、それ。そうそう。やってみます。挑戦してみます。いいよね。新しい挑戦大切だよ。大人になったからね。ギネス目指して。つまらない記録。最高につまらない番組として。すごい。もうすでに面白いけど大丈夫かな。またつまんない感じね。そうです。まずはこちらの相談メールです。それ、パーソナリティがつまんないでしょ。つまんなそうにやってる。すべてにおいてね。ああ。そうそうそう。ギネスですからね。でもやってる人間がつまらなかったら聞いてる人間もつまんないよね。そういうじゃん。面白い、楽しんでると、演者が楽しいと、伝わるって、画面を通して伝わるって言うもんね。伝わっちゃうから、楽しくないです。楽しくないな。楽しそう。全く楽しくないんだよ。今日も師匠のキャラとか作んないから。そのキャラをつまんないキャラ作ってんじゃん。まあ、聞こうか。はい、聞こう。はい、やりましょうか。了解ね。丸ごとエクスカリバーネーム。あの日受けた右ストレートの痛みを僕はまだ知らないさんからもらいました。あの日受けたのに知らないっていうね。つまんないです。つまんないよ。嘘だよ。今のは嘘だよ。井上さん、下田市長 Wi-Fi。Wi-Fi。あよ、読めよ。金縛りにあって、深夜に目が覚めてしまい、体が動かないのに、見ていた夢だけに、エクスカリバーだけ奮い立ち動いたのは、妖怪の仕業なんでしょうか？師匠、教えてください。エクスカリバーだけが、そういうこと？体が動かないはずなのに、まあ、エクスカリバーだけが、まあ、起き上がっていたと、いうことですね。そういうことだ。そうですか、もう。ああ、しょうがねえな。妖怪の仕業かな。あ、妖怪っすか？つまんない妖怪だよ。すごい。待って、今、逆にハードル上げたからね。すごいつまんないよ。つまんない妖怪？わかんないよ。どうぞ。妖怪。妖怪。妖怪。あそこ縛り。縛ってないじゃん。ここ自由なんだって。いや、違うんですよ。わかった。違うんです。わかったわかった。まあ、金縛りって言うとね、まあ、動けなくなるって、私はちょっと会ったことがないんでわかんないんですけれども、あそこ縛りっていうのはですね、金縛りの時に見えない糸で、あそこをギュッと縛るんです。その糸に縛られると。ほう。たちまちまあそこというのはエクスカリバーのことでございますけれども、そこだけが目覚めてしまうという、非常につまらない妖怪。つまらないですか？つまらない。つまらないですか？ただ糸で誰かが引いてるということですか？まあその妖怪、あれが、考えてんじゃんけなんだっけ？あそこ縛りでしょ？自分で言った。そうそうそう。そうなんですよ。覚えててはい。なのでね。そういう時はそういう時は。縛りが糸を引いていると。そう、ぐるんぐるん巻きにされてるんですね。なるほどね。はい。何それ？あ、つまらない。つまらないですか？つまらなさ度合い、何度ですか？そうですね。度合いですよ。どうですよ。角度だよ。角度。そうね。まあ大体、110度ぐらい？うわ110。110、つまらない110度。で、どういうこと？よりつまらないってこと？それとも、つまらないってこと。あ、オッケー。そうそうそう。